アパッチホップデータオーケストレーション入門、データ収集を自動化しようということで、お話をさせていただきたいと思います。ですね。このスライドはほぼほぼ、オンラインフォール、OSC の、秋の、文で開催されたオンラインフォールとほぼ一緒なんですけども、新しい情報を若干追加しています。すいませんね。ちょっと、アイコンずらしますね。はい。はい。自己紹介です。何度もお話をしているので、お分かりの方いらっしゃると思いますが、グラフ理論が大好きになってしまって、Neo4j データ、グラフデータベースにはまってますというところで、ユーザーグループとしては、Neo4j ユーザーグループと、日本アパッチホップユーザーグループ両方に所属してます。名前はアンノウラと言います。一番最初これはここに書いてなかったですね。はい。今福岡から、参加しているのですが、多分来年は、どっか、オフラインで開催されるかなと思って、期待しているところです。はい。今日のゴールは、アパッチホップの紹介をしたいと思います。で、概要がわかるというのと、ホップ、今 2.1 がリリースされて、2.2 が、今開発中なんですけれども、2.1 でどんな新機能が加わったかというのをお話ししたいと思います。で、それで、いろいろ使えるということがわかってですね、使ってみようと思っていただけたらいいかなというところです。はい。アパッチオップ 2.0、今の 2.1 の一つ前なんですけども、これが、いつですかね、June、の2日になってますけど、6月2日にリリースされまして、やっとですね、Java の11が使えるようになりました。はい。それまでは Java の8がベースになっててですね、2.0 ではそれで、Chinese Translation ということで、中国語が標準で入りまして、あと、新しいトランスフォームというか、のプラグインとして、こんな感じで、アパッチからですね、フォーミュラまで入っているというところで、こんな、2.0 ではこんなリリースがされています。はい。で、2.1 とかではですね、やっとやってきまして、10月の14日ですけども、MongoDB とアパッチビーム、あとは、次が多分一番大きいんですけども、実行した情報をですね、ちゃんと保存して、あげるというふうな機能が入りまして、あとは Kubernetes だとか、新しいプラグインだとかですね、そんな感じになっております。はい。もともと、そうですね、アパッチオップって何でしょうっていう話があると思うんですけども、そこら辺から、始めていきたいと思います。アパッチオップっていうのはですね、データオーケストレーションと言われてますけども、そうですね、オープンソースで、アパッチバージョン2ライセンスでですね、ケトルって言われてる、ソフトウェアからフォークしてます。ケトルはですね、ペンタホで、ペンタホって言われるのは、ご存知ある方多いと思いますけども、その中のペンタホデータインテグレーションですね、ETL ツール、の、通称ケトルって言われてるんですが、そこから、フォークして作られた、プロダクトです。はい。敵対的なフォークではなくてですね、できた結果をフィードバックして、使っていただけたらいいなというふうなところで、中身は、かなり変わってますよね。ケトルからはですね、かなり UI とか、その辺変えてやってるということでですね。多分 ETL ツールなので、皆さんデータをどっかからか集めて、どっかに保存したりですね、統合したりとか、されると思うんですけども、意外と Excel とかですね、ああいうふうなのを使われてるっていうのが、
多いんではないでしょうか。まあ、その辺もですね、自動化するというのが、アパッチオップですね。いろんな脳から、データを取ってきて、自動化でですね、そうですね、マージしたりして、出力させると。その表がですね、微妙に、ほぼほぼ同じ項目なんですが、実は項目がこう増えていたり、減ってたりとかですね、して、Excel の表が微妙に違うというのがあったんですよ。ですので、単にマージができないということでですね、その辺は、Apache Hopを使って、その項目をですね、うまくマージする。そんな感じでやっています。まあ、データがちっちゃいとですね、まあ、コピペあたりで大丈夫だと思うんですけども、まあ、結構何千件とか、何万件とかあるとですね、なかなかそういうわけいかなくて、こういうツールを使った方が非常にいいんじゃないかというところですね。はい、ETL ツールって、まあ、馴染みがあんまりないの、ない人が多いのかなと思うんですけども、一回ちょっと使っていただくと、良さがわかると思います。はい。Apache Hopは、Hop Orchestration Platform という用語の略で、まあ、日本ではですね、日本 Apache Hop ユーザーグループを作りました。で、まだまだ活動は、あまりできてなくて、ミートアップが1回しかまだできてないんですけども、近々2回目を開催したいと思ってます。で、ということで、21年、去年の12月17日ですかね、アパッチのトップレベルプロジェクトになってまして、それまではアパッチのインキュベーティングだったんですよ。で、インキュベーティングから 1.0、1.1 が出た後ですかね、トップレベルプロジェクトになって、まあ、プロジェクトとしてちゃんと認定されたといったことになってます。まあ、ユーザーグループの紹介ですけども、こんな感じです。まだまだ本当に少ないんですが、コミッターの方が3名今ジョインされてまして、今後活動をちゃんとやっていきたいというふうに思っています。で、ウェブ系を作っておられるのは日本人の方なんでですね、そういった意味では、まあ、非常になんか、うまく日本語とかですね、そういった多言語の親和性っていうのはいいんじゃないかなというところですね。で、Facebook は下の、Facebook の、グループになってますので、よろしくお願いいたします。すいません。はい。で、YouTube もあります。で、YouTube 最近一番新しいのはですね、Apache Hop 2.1 について、トピックはそんなに多くないんですけども、非常に詳しく、解説されてますので、3H17 ってやつですね。で、それ見ることが非常にいいかなと思います。すいません。字幕とかはないんですけども、実際画面を出して分かりやすく解説されてますので、はい、よろしくお願いいたします。はい。で、Apache Hopってですね、どんなソフトですかっていうのであると思いますけども、メタデータドリブンでですね、どこでも動きますというところで、まあ、通常 Apache Hop のランタイムですね、ちょっと画面出しましょうかね。ちょっと待ってください。後ろに隠れちゃったんですかね。はい。見えると思いますけども、こんな画面ですね。で、まあ、アイコンとかがあって、
まあ、いろいろですね、選んで、例えば、CSV のファイルインプットしたいということであれば、これでやって、あとなんかこれをですね、どっかにアウトプットは何かありますかね。なんかアウトプットしたいんであれば、そうですね。まあ、いろいろ、まあ、CSV かテキストってまあ面白くないかもしれませんけども、そうですね。まあ、なんかのテーブルにアウトプットしたいんであれば、こんな感じで結んでですね。実際、CSV のインプットが OK だったらこれやりますとかですね。こんな感じで作っていくのが、Apache Hop になります。で、これで実行すればですね、自動的に全部実行されるといったところですね。まあ、手作業もある程度はいいんですけども、あんまり多くなってくるとめんどくさいんでですね、こういうのができれば非常に面白いんじゃないかなと思います。はい。では、画面の共有を一つだけ外します。はい。ということで、まあ、デザインワンスライン、エブリ、アン、エニウェアって書いてますけども、一回こう設計しちゃえばですね、さっきのホップのランタイムの上でも動くし、まあ、パッチパックとかフリンクとかですね、そういう上でも動きます。ということが、言われてます。はい。で、わかると思いますけども、開発はビジュアルデベロップメントでですね、先ほど見たように、ドラッグ、ドットドドロップしてですね、線を引っ張る。ほぼほぼそれですね。で、それでやって、何を作るかというと、ワークフローとですね、パイプラインを作るんですけども、さっきの画面をパイプラインですね。で、要するに、詳細の動きをみんなパイプラインに書いておいて、ワークフローで全体をコントロールすると。そういうふうに覚えていただければいいと思います。で、ワークフローを書かないと動かないかって、そういうこともなくて、パイプライン書いて、パイプラインだけでポチッと動かすことができますので、で、とりあえずそれで動きを確認すればですね、全体的に。例えば、ジョブの A を動かして、終わったら B と C 動かすとかですね。例えば、ジョブの A を動かして、うまくいかなかったら C を動かすとか。そういうふうなコントロールは、ワークフローとかで行うことができます。で、まあ、あとは、そのビルトインライフサイクルマネジメントって書いてますけども、まあ、アパッチ、ホップ GUI がありまして、まあ、プロジェクトであるとか、環境であるとかですね、ランタイムのコンフィギュレーションとか、この辺が、まあ、ビルトインされているという形ですね。まあ、Git バージョンとかもそうですね。はい。で、ツールとしては、いくつかありまして、まあ、GUI、グラフィックユーザーインターフェースのとこと、あと、コンフ、あの、か、あの、設定ファイルとかですね。あと、エンクリプトだから、なんですかね。そういう、なんか、こう、パスワードっていうか、なんか、データの保護とか、そういうことを、やんなきゃいけないかったりとか、まあ、ホップランとかサーチとかサーバーとかですね、まあ、当然ありますけども、最後にはですね、ホップトランスレーターということで、翻訳はですね、これでやるような形になっています。で、今、日本語とか、他の言語も、まあ、翻訳かなりされてまして、日本語でも、表示ができるといったところですね。で、例えば新しい言語を入れたければ、ホップトランスレーターを使って、まあ、新しい言語を追加するとか、今、日本語を今はまだやってる最中なので、日本語に、参加していただいて、日本語をちゃんとブラッシュアップするとかですね。だから一部日本語なんですけど、やって、ないとこが英語のままだったりしますんで、皆さんの協力をお願いしますといったところですね。はい、こういうツールが揃ってます。で、元のケトルとですね、どう違うかというと、ケトル、と違うのはですね、まず大きなのは、この用語がかなり違います。すいません。ホップの方は割と普通の用語に寄せてます。
で、ケトルの方はケトルと言われているぐらいで、そうですね。例えばこの上から何行目ですかね。1、2、3、4、5、6行目ですか。ザ・グラフィカル・ユーザー・インターフェースというのは、ケトルの方ではスプーンというふうに表現してますけども、ホップの方ではホップグイということで、表現をしてます。まあ、別に用語はどちらでもいいんですけど、まあ、わかりやすいんじゃないかというところですね。で、ダウンワークフローということは、ケトルではキッチンということで、ここですね、なってますが、ホップの方ではホップランという形に、表示してますね。はい。まあ、こういうのが、こう、コンセプトの違いというか、用語の違いですね。で、あとは、ユニットテスティングとかですね。そういう意味では、ホップは、ユニットテスティングできるような状況で、リリースされてまして、ケトルのはプラグインですね。で、あとは、そうですね。アパッチの、スパークサポートとか、フリンクサポートとかですね。ホップの方はイエスなんですけども、ケトルの方は、ノーだったりします。まあ、こういうふうなのがサポート多くされてますというところです。で、フィーチャーはですね、機能に関して、こんな感じになってます。まあ、そうですね。まあ、上の方から言うと、プロジェクトと、ライフサイクルのコンフィギュレーションということで、この辺とかですね、いろんな、サーチインフォメーションという2行目書いてますけども、こんな機能、UI とかですね、検索とか、そういう機能が、ホップの方に追加されてるっていうのがわかると思います。そうですね。まあ、だから、その辺は使いやすく、やってるということで、今、ちょうど2.2ですね。2.2になって非常に良くなったんでですね、ぜひ、実務で使っていただければというふうに思います。で、ホップサーバーっていうのが、ついてます。まあ、大体、よくありますよね。Ruby とかなんか使うと、まあ、中で、ちっちゃなサーバー立ち上げてくれたりとか、3000番で立ち上げてくれたりとかしますけども、ホップサーバーっていうのもあります。で、これをライトウェイトサーバーでですね、これを動かすとしたら、ローカルホストの8081ということで、やっていただければ動きます。で、これで、まあ、さっき、見たような画面とかですね、そういうのを動かすといった感じになります。で、ランワークフローとパイプラインって書いてますけど、ワークフローとかパイプラインを作って動かすことができて、まあ、リストのサービスとかありますというところです。で、まあ、さっき重要なのが2つ、パイプラインとワークフローって言いましたけど、パイプラインの方がですね、まあ、一つまた複数のデータからデータを読み込むって、いろんな操作、データを結合したり、どこからかルックアップして、それと合わせたりとかですね、データの中身を、この項目とこの項目を足したりとか、なんか、文字列を操作したりとかですね、そういうことして、どっかに書き込むといった感じのものを作るのがパイプラインなんですけども、これが、これをだからほぼほぼ作るような形になります。で、次がワークフローということで、この2つしかないというふうにほぼほぼ覚えてもらえればいいと思います。ワークフローはですね、まあ、ワークフローでサブも大丈夫なんですけども、パイプラインとかですね、いろんなのコントロールとか、エラーになったらどうしますとかですね、そういうような処理を、書いていったりします。まあ、これだと、ちょうど右の方に絵があると思いますけども、スタートをポチッとしたらですね、パイプラインが動いて、終わったらサクセスになってますが、パイプラインっていうのは、そのパイプラインのところに処理が書かれているので、それを実行してですね、終わるという形ですね。はい。こんな感じで作っていきます。まあ、だから、そうですね。例えば、いろんな複雑な処理、いろんなところから、方々からデータを取ってきて、こんな条件の時は、こことこことか、マージするとかですね。いろんな複雑な処理になると、
バックフローが非常に生きてくるんじゃないかなというふうに思います。で、ワークフローのですね、アクションのプラグインっていうのがあるんですけども、これはまあどういうふうなデータを取ってくるとかですね、そういうやつのプラグインですね。で、これを見ると、上からちょっと見ていきますけども、まあ、DB コネクションは、純不動で出したんであれですが、データベースのコネクションをチェックするとかいうのですね、データベースとうまくいってなかったら、なんかチェックでエラーを出すとか、そういうのとかですね。多分、その、例えば、どっか外部からですね、何かを見に行ってチェックして、そのエラーの情報をどっかに吐き出すというふうな処理をもし作りたいんであればですね、こんなふうな形で、アパッチオップを使ってですね、何かをチェックして、チェックした結果をですね、どっかに投げると。なんかサーバー動いてなかったらどっかに投げるとかですね。そういう形に、処理が作れると思います。まあ、1個目は DB コネクションだったんですけども、2個目はですね、get file with NSFTP ということで、FTP を使ってファイルを取ってきたりですね、3番目が POP を使ってメールを取ってきて、ファイルを取ってきて加工したり、メールを取ってきて中の文章を見て、それをどっかのデータベースに保存するとかですね、そういった処理をするときに使えるのがこんなプラグインというか、こういうやつですね。で、あとはそうですね、MSSQL に関しても、まあ、下の MySQL もそうですけど、バルクローダーみたいなのがあってですね、呼んでくるのもちまちま一件ずつとかそんなんじゃなくて、どっさりこう呼んできたりとか、しますし、Neo4j に関しては、まあ、コネクションもチェックしますけども、サイファーっていう中の問い合わせ言語も書いたりとかですね、まあ、インデックス作ったりとか、中のデータ取ったり、書いたりとかですね、この辺ができるようになっています。まあ、この辺はですね、実際MC というか、Neo4j で働かれてる、マッツさんが、実際、アパチョップの、メンテナーというか、メインの、割とメインのコントリビューターになられてますので、そういった意味で Neo4j との親和性は非常に高い。あとはピンとかですね、あります。だから、なんかどっか、サーバー動いてないじゃないのということであればですね、こういうふうな命令を出して、その結果によってメールを出すとかですね、そのどっかに通知するとか、スラックに出すとか、なんかそういうような処理がいけるんじゃないかということで思ってます。で、まあ、先ほど、RDB に書いたりとかいうのも、あるというふうに言ったんですけども、ドライバーとしてはですね、JDBC であったり、ネイティブだったりするんですが、こんな感じで、まあ、これ、まあ、全部ではないと思います。で、アパッチダビーから書いてますけども、大体、MariaDB とか、SQL サーバーとかですね、MySQL、Oracle、Postgres、ほぼほぼ、なんか、有名どころは大丈夫ではないかというふうに思っています。まあ、そうでなくてもですね、かなり昔使ったみたいな、のも、見え隠れするというかありますので、非常に古いデータをお使いの場合でも、対応ができるんじゃないかというふうに思っています。で、バージョン上がるたびにですね、ドライバーっていうのが、更新されたりしますので、それによって対応するそのバージョンが上がったりとか、逆に、かなり古いのは、使えなくなっちゃったり、読めなくなっちゃったりとかですね、そのにはなります。で、これトランスフォームですね。これトランスフォームは、例えば、RDB からデータを取ってくる。で、どっかの、CSV からデータを取ってくるとか、いろんなデータを取ってくると思うんですけど、メールからでもそうですけど、で、取ってきた後に何をするかということですね。で、ありますけども、そうですね。中にチェックサム入れたりとかですね、
シーケンスを入れたりとか、ないやつとかよくありますよね。シーケンスがないとかですね。入れたりとか、あとはその XML に変換したいときもありますし、まあそういうのもあるので、そのいろんな変換ツールがあります。例えば、まあ割とありそうなのが CSV から読み込んで XML ファイルに変換しちゃうとかですね。CSV、そうね、逆に、JSON とかの形式で読んで、RDB に書き込むとかいうのもあったりすると思います。最後、ZIP ファイルとありますけど、この辺も取り扱えるようになってます。まあ、これ、ごく一部ですね。いっぱいありますので、見てくださいっていうところですね。で、エクスターナルのプラグインとしては、こんな感じで、用意されています。で、まあ、上の方から言うと、ドロップボックスのインプットアウトプットだったりとか、エクセルですね。それと、Google シーツ、アナリシスもそうですけど、Google シーツ、シートのインプットアウトプット。で、あとはまあそうですね、LDIF って書いてますけども、LDAP 系のですね、ものとか、MQTT ということで、これはメッセージキューですね。の、入出力とかあります。で、最近、そうですね。例えば、アパッチカフカであるとかですね。この辺を使って、アパッチカフカってあれですよね。例えば、最後の方で紹介しようと思って、資料を用意してるんですけども、例えばですね、ポストグレスにデータをこうガーッと突っ込んでる業務があったとしてですね、その変更したものを取りたいということで、アパッチカフカの方に、割るから、じゃんじゃん、メッセージングというデータを流して、その、変更データをですね、取ってきて、なんか他の、Neo4j に入れるとか、他のデータベースに入れるとかですね、そういう形で、リアルタイムの処理を作るときもですね、この感じでできたりします。で、まあ、ポストグレスとか、まあ、ポストグレスだけちょっと上げてますけども、アパチオープ2.1ではですね、こんな感じのポストグレスが使えます。15は多分、今の、そうですね、ドライバーのバージョンなんですけど、42.28で大丈夫だったら大丈夫じゃないかなと思います。大体まあ9台とかは使ってないと思いますけども、皆さん使ってるのは13とか14とかですね、その辺あたりだと思うんですが、ポストグレスはこういうふうになってます。コネクションはですね、これちょっと中の細かい話になりますけど、こんな感じで書いておくと大丈夫です。コネクションタイプをこれ選べるんですけど、ポストグレスだったりとかですね。そうすると、例えばポート番号が通常だと543になってますけども、で、ユーザーネーム、パスワード入れてですね、ホスト名。これローカルホストなんてなってますが、まあ、どっかの、ポストグレスの動いてるサーバーの IP とかですね、入れてあげると、これでデータをコネクションして持ってこれることになります。意外と、まあ、楽ですね。つながりも、別にポストグレスに限らず、MySQL とか Oracle とかですね、割と楽につながってくれると思います。で、まあ、やっと、まあ、今回2になって、Java の11対応になりましたんで、他、どうですかね。他のほぼほぼの、プロダクトっていうのは Java の最近では11とか17で動いてるのが、意外と多いと思います。そうですね。Neo4j に関してもですね、5になって17になっちゃったんで、意外とこう、こういうところで共存するときはですね、こっちは Java の11使いますとか、こっちは17ですよとか、なんかその辺の処理が大変じゃないかなと思いますけども、まあ、こんな感じで8じゃないので、割と一般的なところにこう置いて、動かせるんじゃないかというふうに思います。で、ホップの 2. 点バツはですね、Java の11でちゃんと動きますということで、
昔のバージョン、Java というか、ApaChop の 1.× はですね、8なんですけども、11でほぼ動作してるので、してましたということですね。それで、細かいところ、うまく動かないところがあったので、これは何ヶ月にわたって修正しました。ということが言われています。で、今、これが2.0の、そうですね、中国語の文ですね。中国語こんな感じでリリースされてますけども、中国語って選ぶと、ここ選ぶとこありますけど、ちゃんと中国語が選べまして、中にこうベータっていうのが見えると思いますけども、ベータで、他の言語に変える、他の言語、まだやってる最中ですけども、変えても、動くことができます。で、ということで、例えば、今、ベータですけども、日本語、ジャパニーズのベータを選ぶと、こんな感じになります。で、わかると思いますが、一部、なんていうんですかね、英語のままだったりしますんで、ちょっとその辺は、今後っていうか、頑張って書いてるというところなんですけども、こんな感じになってます。で、そうですね。今がランゲージがそうですね。英語と中国語、シンプルファイド、チャイニーズって書いてますけども、あとイタリア語にフランス語ですね。で、ベータがこんだけ下、こんだけあります。たくさんありますよね。大体こんだけあれば大丈夫かなというところですね。韓国語も日本語もちゃんと入っているというところですね。で、日本語にすると、この右にあるような形の、メッセージが出てきます。ちゃんと日本語で出てきます。見やすいのかなというふうに思います。で、ダウンロード、こんな感じですね。できますので、アパッチのサイトに行ってダウンロードできますので、これで、使っていただきたいと思います。そうですね。今だと、ちょっと画面、共有します。パッチを、ちょっと待ってくださいね。ちょっと画面を共有しますが、Chrome のクロムが見えると思いますけども、アパチョップのサイトがこんな感じであります。で、ダウンロードって選ぶとですね、こんな感じで出てきます。で、こうソースとかですね、バイナリーもありますけども、ソースもダウンロードできます。で、今は2.1と2.0なんですけども、で、Docker で使えるものもダウンロードできます。で、ホップウェブだとですね、ウェブも全部あるので、私、これ使ってデモをやってるんですけども、これでもダウンロードできるというところですね。ルームチャートに関しても、やっと今回2.1ですかね、できるようになったので、こんな感じになってます。で、例えば、Docker でやるとですね、これは、ちょっとアクセプトボールで、Docker でやったらこんな画面が出てきまして、タブを見ると、デベロップメントがですね、2.0のスナップショットっていうのがあると思うんですけども、2.1.0っていうのがありますので、これが、今の、レイテストバージョンですね。これと同じものです。で、どっちでも全然いいんですが、例えば2.1.0だったら、Docker プルだったらこんな感じですね。Docker プルの Apache Hopweb 2.1.0ということでやっていただけると、これがちゃんとダウンロードして、できますよといったところですね。実際動かすにはですね、
ちょっと私がサイトで記事書いてるんですけども、これ2.0.1 までしか、できてないんですが、プルしてランする形式だとですね、こんな感じで Docker プルして、Docker ランを、ピッと書けばですね、こんだけで動きますので、ダウンロードにちょっとでかいんでですね、時間がかかるんですけども、この2行というか2つだけで大丈夫です。はい、で、動かすときはですね、これだけですね。ローカルホスト8080の UI ということで入れると、先ほどの画面が出てきます。はい。こんな簡単な感じですね。はい。これがダウンロードです。こんな感じでできますので、いつでもよろしくお願いしますというところです。はい。手を後ろにやって、さっきの文ですね。ホップとホップエブがありますので、最初はホップエブ使ってやってですね、次に、ウェブ系なんかどっかで他でやるんだったら、ホップの方で、どっかでやるとかですね。していただければいいと思います。はい、で、2.0 ではですね、何があるかというと、アパッチアブロとかですね、これは量子構のリモートプロセージコードなんか書いてますけども、アパッチの、製品で、なんかデータシリアライゼーションフレームワークというところですね。はい。これにやったりとか、アパッチドリス、これ、ハイパフォーマンスユニファイドアナリシスデータベースってありますけども、ここのデータにつないだり、取ったり、書いたりとかですね。はい。ドリス、こんな感じになってますよね。で、それとか、こう書いてますけども、最近ですね、アパッチのトップレベルプロジェクトになったのは、TMPP アーキテクチャで、長並列処理ということで、高性能なリアルタイム分析データベースという感じなんですけども、これに対してデータをどこか持ってきたいという時もですね、Apache Hop 使って、やることができます。大体こう結構使えるんじゃないですかね。ユーザーコード分析とか、ログ検索分析とかあれですね。注文とかユーザー層とか、この辺って意外と、今、ありそうですよね。要望がかなりありそうなとこだなと思います。いろんなこんなとこは使ってますというとこです。ほぼほぼあれですかね。やっぱり販売するとこにはこう使われてるって感じですね。はい。で、あとはそうですね。バルクローダーとかにもありまして、これって Apache Doris っていうのは最大、10ペタバイトですかね。レベルのデータセットということなんで、結構でかいところからでも大丈夫だというところですね。はい。で、これが 2.0 から追加された、追加されたって、ここに対して、アクセスができるというのが追加されています。で、あと、ビジネスルールの管理システムエンジンですね。ルールエンジンとかも、ドゥルールズでありますけども、ここに対しても、接続ができるようになっています。はい。だから、なんかそうですね、ビジネスの、そのいろんなルール、これをやったら次これやりなさいとかですね、そういうルールを、保存して、そこに対して、そのルールに従って、例えば、アパッチオープン動かしてもいいと思いますし、そんな感じでこう連携させていけば、いけるんじゃないかというふうに思います。意外とこういうのも重要ですよね。で、あと、フォーミュラは、先ほど言ったと思いますけども、項目の中です。これ、2.0までなかったんですよ。で、当然あるような感じなんですが、ちゃんと入ってまして、数式、例えば掛け算やって割り算やってですね、して、値を入れたりとか、あと、そうですね、情報ってありますけど、何かから選んだりとかですね、if 文で条件分岐させて、何かを設定したりとか、
ファインドとテキストありますけども、こういうので、を使ってですね、処理もできるようになりましたということで。まあ、これは、Excel とか使えている人だったら当たり前の話だと思うんですけども、やっとこの辺が Apache Hopに入ってきましたといったところです。まあ、2.1 が先ほどこう出ましたということですね。2.1 はそうですね。Kubernetes の分ですね。はい。ヘルムチャートがリリース、2.1 でリリースされてますし、新しいプラグインとしては Microsoft Access のアウトプット、スノーフレークのバルクローダーとかですね。まあ、データベース Apache Hive とかも、これは新規でしたっけ？フリーサポーティードデータベースタイプってありますけども、例えばよくあるのが前にサポートされてて、ちゃんと完全に全部サポートするようになったとか、そういうのもあります。こういうのも使えるようになりましたということですね。意外とスノーフレークとか使われている人も多いんではないかというふうに思います。はい。で、コミュニティはですね、だんだん伸びてきてまして、まあ、それでも少ないんですが、こんな感じになってますので、皆さんぜひコミュニティに入ってくださいといったところです。はい。で、あとそうですね。あと2分ぐらいちょっと早送りで、他のですね、ポストグレスのコネクション、についてちょっと話したいと思います。ポストグレスの、例えば、こうデータ登録とか修正とか削除とかしたときに、割るっていうデータベースに、データベースで割るっていうデータ測れるんですけど、で、そこで、そうですね、それを使ってクラスタリングとかするようになってますが、そのデータを横取りしてですね、実際、アパッチの、横取りして、DBZoom っていうのはそういう機能があるんですけども、そういう、プロダクトなんですが、横取りして、アパッチカフカに、入れてですね、カフカとそのアパッチショップを連携して、そのリアルタイムにデータを取ってくる。データテーブルに測れました。一件測れたり一件取ってくる。そんな感じで、今、いろいろやったりしてます。はい、で、まあ、こういうのはことはですね、よく、今、いろんなところでも必要な処理だと思いますので、うまくできればということで、ちょっと紹介させていただきます。まあ、こんな感じで、DBZoom がですね、今 2.0 が出て、すごく良くなっているので、あと参考にしていただければですね、面白い処理ができるんではないかというふうに思います。まあ、ズーキーパー、カフカで。まあ、こんな感じで、ちょっと立ち上げまで面倒なんですけど、まあ、一回作ると、リアルタイム連携っていうのができるから面白いんじゃないかというふうに思います。すいません。なんか、長くてですね、バーッとした話になってると思いますけども、いろんなことができるっていうのを分かっていただければ、非常に、私の方も嬉しく思ってまして、だから、例えば、なんかこう、問題が、こういうふうな、データを収集したいというのがあればですね、ちょっと一回 Apache Hopでやってみようかなということでやってもらうとかですね、そういうふうな、ことをしていただければいいと思っています。はい。というところで、はい。44分でもあと1分しかないんですけども、話を終わりにさせていただきたいと思います。質問があれば、下にメールアドレス書いてますので、こちらにいただくかなんかしていただければいいです。どうもありがとうございました。